マスコミというイメージが、その新聞記者であるわけで、今もそれに対し排除、それができない感覚は重い。なぜか彼らは防衛網をすり抜け、秘密情報を得る、その可能性か技術を持つわけだ。正義は勝つ、というとき、なぜ、彼らはいるか？ともかく雅市場、その理念は、切り捨てを作らない社会、その構築ではある。その、理想を前にし、そこにいる、マスコミ、場合によっては許し難い罪さえ犯したそれは、自身が今、療養艇とかいう特権である、的な理解の上でも感じる話、歩く地雷原がばらまいたそれを、踏んでしまった奴が悪いのか、それとも、それは自由に行動したい、一般人と同じで構わない、という先で、しかし、その意向に反発しただけでその存在の夢はそこで絶たれるのだ。それに対し、マスコミは笑う。